ケイト・オルターです。10月28日、時刻は午後3時15分を回ったところです。緊急ニュースが入りましたので、番組を中断してお伝えさせていただきます。先ほど、イルリア騎士団の手によって、ラムレザル・バレンタインが捕らえられたとの情報が入りました。全世界が震撼したあの先制声明から、わずか1週間のスピード解決です。捕獲の経緯や方法、現在のバレンタインの身柄に関する情報は明らかにされていませんが、昨日バビロンで起きた大地震との関係性が噂されています。さて、気になるバビロンの状況です。現地のリポーターに中継がつながっています。現地の稼働機さん。はい、こちら稼働機です。私の眼前には信じられない光景が広がっております。謎の灰が止むことなく降りしきり、あの華やかだった大都市が一変、人っ子一人見当たらないゴーストタウンへと変貌してしまっております。調査団の発表によると、現在までのところ生存者は一人も確認されていないとのことです。昨夜の大地震とともに、全てのバビロン市民が忽然と姿を消したとしか言いようがない状況です。調査はまだ始まったばかりですが、多くの謎が残っており、現在の手がかりからでは何が起こったのかを断定するのは難しく、解明には時間がかかる見込みです。多くの謎ですか？はい、発表によりますと、市民だけではなくペットや家畜など動物の遺体が一切発見されておらず、その一方で建造物などの無機物に対しては一切の被害が認められていないとのことです。したがって物理的な爆発の可能性は極めて低いと考えられているようです。つまり、生物だけが忽然と姿を消してしまったと。はい、現在はこの降り積もる灰の成分調査を行っているとのことで、真相究明の手がかりになることが期待されます。わかりました。やはりラムレザルとの関係があるのでしょうか？はい、当然のことながら政府はラムレザルとの関連性を疑っているようです。一方でセントエルモの火が何らかの変化を起こしバビロンを襲ったのではないかという仮説を唱える指揮者もいるようです。セントエルモの火ですか？感謝祭までにはまだ数日ありますが、時期的に考えて可能性は無視できませんね。はい、また別の政府筋からの情報によりますと、国連加盟国の首脳陣の間で緊急の国際会議が行われており、有事に備え各主要都市で試験運用段階であったオーパスの実戦投入が決議されたとのことです。稼働機さん、オーパスというのは？はい、オーパスは西王朝の指示のもと、イルリア連王国が中心となって開発した人造兵士です。先だってのバプテスマ13では、突如現れた謎の軍団やその首謀者バレンタインに対してイルリア正規軍の砲撃が有効でなかったため、多大な被害が出てしまいました。その苦戦を教訓にして開発された、まさに対バレンタイン専用の兵士とのことです。オーパスの開発と配備を指導した西王朝のアリエルス西王陛下に対して、その対応の速さと柔軟性に高い評価が集まっているようです。わかりました。稼働機さん、ありがとうございました。一夜にして数十万人のバビロン市民と全ての生き物が忽然と姿を消したこの事件、一体何が起こったのでしょうか？様々な憶測が飛び交う中、行方不明者の安否も心配されています。市民の捜索に進展があり次第、このチャンネルでお伝えしていきます。報道が始まったな。なんだよ、俺たちの活躍が全然ないじゃんか。当たり前だ。どうしてさ、ラムレザル捕獲の立役者が同じバレンタインだなんて言えねえだろ。ここに報道陣が集まるのは危険だし、我々も困る。それにイルリア正規軍の手柄にした方が都合がいいんだ。会の人気が上がって困る奴らもいる。最近のてめえは問題が多いからな。うるさいな。はあ、大人の事情ってやつか。ま、こっちはもらえるもんをもらえば文句はねえ。100万ワールドドルだっけ？夏間みてえのステーキ何枚食えるんだ？計算してみろ。いや、割り算はまだ教えてなかったか。
にせよ、事件解決の鍵はあのバレンタイン2人が握っている。彼女たちが目覚めるのを待って話を聞こう。時間がねえ。殴れば起きるだろ。な、待て。バレンタインとはいえ、彼女たちにも回復は必要だ。めんどくせえな。ところでさ、親父、ラジオで言ってた戦闘エルモってなんだ？クソでけえ落雷だ。なんだよそれ、なんでそんなもんに感謝すんだ？まったく、お前は説明が端的すぎる。俺の教育方針に文句は言わねえんじゃなかったか。はあ、セントエルモの日というのは13年周期で訪れる超高出力の落雷だ。気象学的な原因は解明されていないが、決まって秋のこの時期に発生する。へえ。聖戦時、絶望的な状況にあった聖騎士団がこの落雷によって助けられたことがある。セントエルモの落雷がギアの一団に直撃したんだ。その落雷によって形勢は一気に逆転し、人類が攻勢に出る転機となった。それ以来、この落雷を聖なる加護として祀る風習が生まれたんだ。じゃあバビロンはその雷にやられたってこと？ねえな、それはラムレザルはあの攻撃が起こることを知っていた。少なくとも天才じゃねえ。ああ、だが確かにセントエルモの火が人の集まる場所に落ちれば大変なことになる。実際大都市を消滅させるほどの破壊力があるんだ。だからその対策として人類はセントエルモ専用の飛来神を作った。飛来神？ああ、それがイルリア城だ。ああ、なるほど。理解できたか？あ、おう。要するにクソでかい落雷ってことか？上出来だ。このままではまずいかもしれない。急な連絡ですみません、バーノン大統領。いや、構わんよ。お互い時間が惜しいところだ。手短に行こう。お気遣いありがとうございます。早速だが、そちらの状況は？今のところ思いのほか落ち着いています。パニックを覚悟していたのですが。イリリアの国土は広い。首都から遠いバビロンの事件に実感が湧かないのも無理はない。しかし、この非常時に俗な放送番組が自粛していないのはありがたくもあり悲しくもありますね。どうも事件に対して他人事のような空気があるように感じます。自分に類の及ばない物事に対して民衆はそうしたものだよ。そんなものでしょうか。ああ、かつて人類は科学をもって文化を向上させ、結果的に人としての根源的なつながりを希薄にしたと聞く。今の我々は魔法をもって同じ道をたどっているのかもしれない。笑えませんな。それでそちらはいかがですか？こちらも徐々に落ち着きを取り戻しつつある。ラムレザルの宣戦布告の折は各地で混乱があったが、それも収束した。早い段階での政府会見が功を奏したよ。大統領とエリカ前大統領の直接の会見で国民も安心したのでしょう。だといいがな。となると目下の問題はバビロンを襲撃したあの巨大物体だな。あれの正体も目的も判明していない。ユリカゴです、大統領。第一連王の報告によるとラムレザルがそう呼んでいるとか。ではそのユリカゴとやらとラムレザルの関係性は明白だな。ラムレザルの捕獲によってバビロンの再現はないと考えていいのか？そうであれば気が楽なんですが、残念ながらそういうわけでもなさそうです。ほう。ラムレザルによる宣戦布告はあのユリカゴに気を向けさせないための陽動だったようです。陽動、まんまと乗せられたわけか。つまり問題は未だ進行中。イニシアチブは敵の小中にあるということだな。はい、残念ながら。ユリカゴ対策に加えて
黒幕の捜索、簡単にはいかんのだろうな。我々が力になれることがあれば言ってくれ。協力は惜しむまい。ありがとうございます。そういえばレオ、第一連王が保護しているというもう一人のバレンタイン、エルフェルト・バレンタインです。彼女からは何か聞き出せてないのか。はい、相変わらずです。なぜか第一連王としか話さないの一点張りで、首都に呼び戻して今一度尋問したいのは山々なのですが、人口密集地に敵を呼び込むのは危険すぎると判断し保留しています。しばらくは彼らに任せるほかないと。そうか、しかし第一連王が独断でエルフェルトを解放したと聞いた時には正直肝を冷やしたぞ。結果だけ見ればよかったと言えるが、悪い方に転んでいたと想像するとゾッとする。同感です。先日の国際会議の時もそうだったが、最近の第一連王の行動は予測がつかんな。ええ、私の辞書にはかなり前から問題児と引けば怪奇スクと書いてありますよ。さて諸君、我々はあのゆりかごに関する重大な秘密を知ってしまった。連合国すら知らない人類の命運を左右するほどの秘密だ。いささかの猶予もなさそうだが、我々はどうすべきかな。またそんな。どうしたね。答えなんて最初から出ているでしょ。私たちを試すような言い方をして、あなたのそういうところ本当に嫌いよ。これは手厳しいね。ミリア、市場はどうあれ、我々はこの情報を然るべき筋に伝える必要がある。たとえ闇に生きるものであろうと、世界の終末を望む者などいない。何よりそれがザトウ様のご意志でもある。だが我々は暗殺集団、人殺しの犯罪者集団だ。各国政府と我々が懇意にしていることは一部で、周知とはいえ一部は一部。大手を振ってイルリア城の門を叩くわけにもいくまい。終戦管理局のマイニング卿はどうでしょう。彼ならばイルリアの高官にも顔が利きます。忘れたのかね、終戦管理局は元老院の直轄だ。マイニング卿はともかく、その側近には。なるほど、世界中の政府高官に元老院の息がかかっている。当人が信頼できる人物でも周りに監視の目があるかもしれない。となるとアメリカか、あるいは中華連邦か。それこそ論外よ。イリュリアを離れれば私たちは本当にただの犯罪者だわ。仕方ありません。できれば避けたかったが、連合回帰スク、彼ならば元老院とは反目している存在です。うん、悪くない判断だ。すぐに連絡を取りたまえ。はい。あら、うん、よく考えたら元老院は計画の実行前に情報が漏洩することを恐れていたはず。だからあえて傘下を広げずにアサシンを、事情も聞かずに金で動く組織を使ってきたのではなくて。だったら別に連王に会いに行かなくったって。鋭い指摘だが、決めつけるのは危険だ。まさかとは思うけど、私たちを日の当たる世界に返そうとでも考えているの。どうだろうね。イリュリアの国民性は実益よりも精神を重んじるわ。司法取引で恩赦なんてありえない。だが事実、君は組織を抜けた。本当におせっかいね。それがあなたなりのダンディズムってところ。私は何も言わんよ。受け取り方は自由だ。そもそもダンディズムというものは。もういいわ。加えて淑女なんて言葉が出たら、この場であなたを刺すかもしれない。それは怖い。では口をつぐむとするよ。でもわからないわね、元老院はなぜあんな力を欲しがるのか。
長生きしすぎて暇になったから戦争がしたいなんてことだったら笑えないわ。何者だ？用がないのならそこをどいてもらおう。我々は急いでいる。判断が遅い。